はい、皆さんこんにちは、ワンダーリグリフィジです。今回はギレンの野望ワークシズの脅威続きをプレイしていきたいと思います。少し時間が空いてしまったのはですね、ちょっと2歳の娘からマイコプラズマ肺炎をどうももらってしまったらしく、2週間ほど咳が止まらない状態だったので、ゲームの収録ができなかったんですが、治ってきたので今日からまたこちらをねプレイしていきたいというふうに思います。ではハワイの攻略戦から始めていきましょう。もう戦況はだいぶ有利な状態にはなっていますので、作業的なところも出てきてしまうかなと思うんですが、できるだけね最後まで楽しくプレイをしていければいいかなというふうに思っています。量産機はギラ動画をだいぶ作っています。であとはですね、ズサブースター、このあたりもねしっかり使っていければいいかなと思います。でこのハワイに関して言うと、ご覧の通りね、島が点在しているような環境もあって、このファットアンクル、あるいはガウを中心に輸送機として使ってるんですけども、これが落とされてしまうとかなり痛手なので、ちょっと早めにですね、上陸して展開をしていきたいというふうに思います。であとは防御を固めるという意味では、しっかりとですね、このズサブースターで防御石を張っていくというところですね。とりあえず部隊を下ろしたいので、この小島に部隊を下ろしましょうか。ギラ動画が落とされるとだいぶ痛手なので、ギラ動画が乗っているファットアンクルですね、これが落とされるとだいぶ痛手なので、そうならないようにねちょっと配慮していきたいかなというふうに思います。その周りにはねズサを配置して鉄壁の防御を張ると、そういうところかなと思います。なのでズサブースターが落とされるのはもうこの際致し方がないかなというところですね。では部隊を展開していきます。と言っている中からいきなり落とされたな、入り込まれてしまった。今のでファットアンクル1機とギラ動画2機ですかねが落とされた形になったと思います。早めに排除していきましょう。ギラ動画がね貴重な戦力なので、これ以上落とされるのは避けたいですね。ギャプランか、ここは一つ鬼門かなとは思っていたんですが、まさにその鬼門にはまってしまったような形ですかね。とりあえず貴重な輸送機は待機させましょう。であとファットアンクルですね、これも本当に貴重なので、これもしっかり退避をさせていかないと危ないですね。では本格的な戦闘の開始になります。まずはギャプランを確実に落としましょう。この機動力の高いギャプランを落とせば、少しはね、輸送機部隊の安全性が担保されるかなというふうに思います。そのギャプランですね。はい、撃破です。ここはシャアですね。シャアまで100式回に乗ってますけども、このあとサザビーが完成したらサザビー乗り換えてもらいたいと思います。ちなみにですね、最近、ゼータガンダムディファインっていう漫画ご存知の方も多いと思うんですけども、読み始めてます。ゼータガンダムのアニメ版とはまた展開が変わっていたり、シャアが乗る機体、クワトロタイですね、クワトロタイが乗る機体が変わっていたりとですね、それなりに楽しく、読めています。これもねちょっと続きが楽しみだなというふうに思っています。では敵部隊を殲滅してまいりましょう。すでにファットアンクルとギラ動画2機を失っているので、これ以上の損害は避けたいかなというふうに思います。はい、これで全機撃破できたかなと思います。ギュネイもそろそろ、新しい機体に乗り換えたいところですよね。ヤクト動画が完成していたと思うので、このギュネイにもヤクト動画を、そしてシャアにはサザビー
出していければいいかなというふうに思います。キャリフォルニアに関しては戦闘なしで確保できました。撤退していきましたね。なのでこの後はですね、ニューヤーク、ここを目指して進軍をしていきたいと思います。敵の残っている拠点は3つ、ここベルファスト、あとはジャブロ、そして今お話したニューヤークという3つですね。ここを速やかに制圧して回りたいと思います。なので部隊を散開させていきましょう。はい、開発プランですがいくつか新しいものが来ています。まず何といってもですね、こちらペーネロペーですね。これが開発可能になっています。ちょっと膨大な資金が必要になりますが、まあ、この辺りを使っていくのと、あとはナイチンゲールもね、開発できるようになってます。ここにお金をちょっと今回つぎ込みましょう。その前に戦闘が終結すると、勝利という形で終結する可能性もあるかなとは思うんですが、まあ、せっかくなんでね、夢のあるプランを作っていければいいかなと思います。ではさらに部隊進行させていきましょう。ニューヤークまでは今回できれば取ってしまいたいなというふうに思っています。ではニューヨークですね、ニューヨーク連邦31ユニット、ちょっと数が多いな。ここを防御するために相当な戦力をここに蓄えてましたね。いやいや、これはちょっと想定外ではありますが、まあ、しっかり戦っていきましょう。まあ、なんといってもここにはですね、実戦初投入のサザビ、これがいるので、このサザビをうまく使うことによってですね、まあ、この戦局を打開していければいいかなというふうに思います。では部隊を展開していきましょう。かなり強力な大部隊だな。しかもファットアンクルが無駄にやられる。ここはシャアを中心に防御を固めて増援を待つっていうことの方が良さそうですね。なのでちょっとモビルスーツ隊は発進させて、ザンジバルなんかは一度退却させましょう。これ以上損害が出ると取り返しがつかないことになるので、そうなる前に一度戦況を立て直したいと思います。まあ、シャアのサザビーに関して言うと、よっぽどのことがない限り、落とされるということはないと思うので、とはいえ囲まれたな。さてちょっとここは目論みが甘かったかなという感もあるな。どれだけ数を、まあ、保てるかですね。こうなってくると、まあ、倍近い敵戦力相手に戦ってすでに劣勢の状態なので、まあ、なんとかここをしのぎたいかなというふうには思います。ギャプランとかがこんだけうようよしてるからな。まずこのリガー水のケーラー落としましょうね。でここまで来ると、まあ、非常に防御線を保つのも厳しくはなってくるので、落とされないように落とされないように最新の注意を払っていきましょう。ではシャアのサザビですね。ケーラのリガ水が落としました。この防御ラインですね、この防御ラインというかこの補給のラインは絶対に死守しなければいけないので、ここがやられると、まあ、実質シャアへの補給が止まるということになるので、それだけは避けるように立ち振る舞っていきたいと思います。ここでギャプラン、ジェガン落としてしまいたいですね。前衛がギャプランに、後衛にジェガンですね。ここ格闘戦まで持ち込めるので数を思い切って減らしたいところです。ギャプラン2を撃破です。
まあ、シャアの補給が生きている間はシャアが機能できると思うので、どこまでシャアのこの補給を、ね、維持できるかというところにかかってくるかなと思います。まあ、ニューガンダムがいるな。これ敵ニューガンダムですね。カレンが乗ってるのか、なんとももったいないですね。カレンがニューガンダムに乗ってるっていうのは。まあ、ただ逆に言うとカレンにニューガンダムに乗ったままでいてもらった方がいいですよね。高性能な機体に優秀なパイロットが乗るとそれこそきつくなってくるので。ではニューヨークです。ネオジオン側も増援を少し出しました。まあ、ここでちょっとでも持ちこたえてくれればさらに増援をくれる見込みがあるので、持ちこたえてもらえるようにちょっと、ね、頑張っていきたいと思います。クエスのキュベレーが増援で入ってます。これで少し戦況を盛り返せる可能性が出てきましたね。旧式機であれば全く問題なくサザビーで無傷で撃破できますね。キュベレーの増援を得て戦況をほぼ五分に戻しました。さらに増援を出せる状況にはなっているので、このニューヨークもね、目処が立ちそうですね。はい、ニューヨーク取ることができました。これで残っている敵拠点がジャブロ、そしてベルファストというところですね。ともにだいぶ戦力蓄えているように見えます。ここをねしっかり取っていきたいと思いますが、その様子は次回、プレイをしていきたいと思います。